ということで、こんにちは。東照宮に来ました。日光ね、家康さんのお墓参りに来ました。表参道、そうね、そこから上がってる、ね、大鳥行って、こういうふうにサンダル行って、陽明も行って、でここぐーっと上がっていくと、奥宮ってあの、うん、家康のお墓、お墓で終わりです。そこに向かっていくわけですね。ドランクと天気がわかる、石のどこかで天気がわかる、天気がわかる、ここの天気がわかる、どういうこと、天気予報がわかるってことですか。今日は雨ですね。それはわかる、誰でもわかる。お、それ雨やと境目がはっきりする。雨やと境目がはっきりする、すごいね。テリブリの石っていうらしい。テリブリの石、テルか降るかやね、うん、それ天気予報これを参考にスカイツリーが作られたと。コンサートやるんですか。コンサート、え、ここですか。ここでコンサートやる。ミーシャ、あ、そういうことですか。一本の芯になってる柱があるわけですね。ドラフト、めっちゃ見られる、めっちゃ見られます。お腹出てますよ、この人。サバイサンドですね。いや、筋肉こんなにないから筋が多いけど、すごいね。クリスマスやるよ、あの市民が年に1回この石をひっくり返してお葬式に、はあ、だから草一本入ったの。ああ、なるほど、ひっくり返してんの。そうだね、市民の労働、市民の労働奉仕、労働奉仕。どうですか。綺麗ですね、赤青緑、パワースポットですね。なんか中華感も感じる。なんち、あ、中国感ある。それは思った、赤と金がね。上人庫、中人庫、下人庫、ちょっと卑猥に聞こえる。サルダ物語に似合ってるの。ああ、そう、どういう物語。これが始まる、これが始まりですか。未来を見てるんです。そうですね、未来を見てるんです。ここで、あの子供の小さい時には悪いものを見ない、うん、悪いことは言わない、うん、悪いことは聞かないみたいなこれが有名なサンダルですよ。入れないのに、今の見たこっちまで見ないで、ここだけで、まあ、見ざる聞かざるだけです、ね、で最後はあの子供を親を置きになったので、陽明、身を清めましょう、まず。これなんで中国っぽいんですかね。中国っていうか、インドっていうか、インド、インド、あ、インド風。ドラフト、国宝陽明門、綺麗ですね、光ってるね。もう白も綺麗だもん。これ岩田さん、これはなんかストーリーがあるんだ。上って何ですか。上あれか、遊び、逆さ橋です。そうです、完璧を嫌ったので、向こう、向こう側じゃなかった。どういうこと。魔よけの逆さ橋。そう、すごいすごい。どっち、どれ、模様を見たらわかるでしょ。え、これあの、くるくるっていう模様、くるくるが下向いてる。ああ、ほんまだ、そこかドラフト、猫がいる。あ、あれが眠り猫ですか。どうか、スズメがいる。スズメ、はい、スズメが来ても寝てる、うん、寝てる。あ、牛、これはね、時代を象徴する。なるほど、それを夢にしたんです。皆さんは、うんうんうん、約200段レッツゴー。今時間計るぞ。桃がいて、大丈夫？なかなかのハードですね。落ち着いてますね、ここは色が。確かに。これ中なんかあんのかな？あ、中、
あのお墓が見えるんだ。すごい。僕もこんなお墓にしてほしい。地震で一回破損してるんだね。ところどころに床に謎の物体が落ちています。なんか御利益ありそうな。叶う杉、樹齢600年、諸々の願い事をこの杉の祠に向かって唱えると願い事が叶うと伝えられている。あ、なんかちゃんとした印刷になってる。このおみくじはご祈祷しておりますので、お財布は定期入れ等に入れて大切にお持ちください。大吉じゃない。大いなる幸運の時、この時期意欲的に人間関係の広がり、新しい知識、事実などを開拓すると良い。身につけたものは全てあなたの財産となって、将来の大きな役割を果たします。心を大きく持ってゆとりある態度で物事を処すれば、さらに信頼と人望を高めるでしょう。王者の風格が欲しい。最良の相手に出会う愛情、うん、出会う運気、本当の愛情を確かめる。結婚大吉。結婚すんの？全部大吉なんじゃない？こっち。あ、小吉だって。願い事を成就させるには勇気を持って邪魔者を噛み砕けばよい。中途半端な妥協行動を取るより、ここは全力を出て真正面から当たっていくファイトが欲しい。時には強引に進むコースをそうすることがある。金運はあるので経済的には不自由はない。当たってますね。仕事、社内や取引先とのわだかまりをまず取り除け。社内のわだかまり、異性関係のトラブルが起きるかも。三角関係になるには注意せよ。禁断はナポーズの役を慎重に選ぶこと。リアリティだ。どうですかね。健康、もし手術がしなければならない場合は病根が意外と深い。え、セカンドオピニオン、はい、ちょっと病気やばくない？今検査する。明日明後日検査する。ドラフト苦しめ、ちゃんと回収してるな。結構床が冷たい。あ、濡れてるからかな。僕、いや冷たいんです。冷たい冷たい素材で出てきて、冷たい素材で夏でも冷たい。あ、撮影禁止だと。この先撮影禁止でお守りを買いました。例はいろいろね、僕いろいろこういうね、金色、色を選べたんですよ。赤と白と青と金色。なんか匂いもあるらしいよ。これにょっお願いします。この紋所が目に入らぬか。この柱の竜がね、左側が上り竜で、これ、こっちが下り竜って言うのね。ちょっと向き合ってるように見える。おみこしが3台。おみこしが3台。あ、ほんと並んでる。天井になんか神与社というらしい。美しい天の城はみこしが出ている時だけ見られる。中には入れないだそうです。ドラフト、はい、泣き竜ってわかる？泣き竜。なんか竜の声が聞こえるらしい。違うか。撮影のポイントにしてーす。はーい。すごくない？今の泣き竜言ってる。ほんまに音が違う。あの竜の顔の下で拍子木のすらすと泣く。キーン。湿度が多いと響きがいいらしいです。音響が湿度 100% でしょ。なんか音響の、なんて言ったあれ、音響遺産、音響遺産に選ばれたって言ってました。そんな期待してなかったですけど、本物やった。で、あれ何秒の音響？あ、残響時間 2.0 秒以上あるんじゃないですか。さっきの神社と装飾が違う。装飾が違う、うん、感性がすごいですね。はい、いい感性してますね。はい、それほどでも。ドラフト、どうでしたか？いや、一般的なとことは結構違う感じで。何と違うっけ？一般的なよくある神社、神社とは、うんうん、装飾が全然違いました。古価値あると思います。国宝行きたかったもんね。はい、ご利益があるといいですね。ですね。ということで日光
日光東照宮でした。はい、ご視聴ありがとうございました。そして二宮尊徳記念館ということです。二宮金次郎さん、あ、そうそう、やばい、やばい。